にゃ。あ、うんにゃじゃねえよ、先に。どうも、皆さん、こんにちは。殿と休日、やっていきます。ちょっと忘れてた、殿のセリフ先に読んでしまった。おはちゅっちゅなのにゃ。やばい。鳥が言ってた秘密の場所に行ってみようかな。鳥って誰だよ。あ。話したがって、ごめんよ、また遮っちゃって。ちょっとなぁ、まだ、行ってないとこ行きたいからね。今日もお出かけしよう。今日はどう行こうかなぁ。こっちか、右か左。めっちゃくしゃみしなかった、今。こっち行くか。こっち行って、どこかな？行ってないとこ。こっち、あ、こっち行ける？こっち通ってないか。海が見える場所。めっちゃくしゃみしてる。バス停があって、こっちにも行けるし、奥にも行けるな。ん？あのね、ルナは昔を思い出して切なくなっちゃうことってある？まあ、そういうこともあると思うで。そっか。ルナもなんだにゃ。ルナもなんだにゃ。トロもね、昔住んでたお寿司屋さんのこと思い出すと胸がキューってなっちゃう。お寿司屋さんに住んでたの？猫だから？ルナが切なくなった時にはトロがゲームして慰めてあげるにゃ。割といい方法かもしれない。トロが切なくなった時はゲームしてね。もちろんです。あ、ここなんか覚えてんな。海に行けるんじゃないかな。あ、ほら、海。海だよ、トロ。他のポケピの音がする。あ、リッキーだ。触り込んでる。ガモメ？海猫か？海の水が全部ビールだったらいいのにね。大変や。一緒にビール屋さんするのにゃ。出しきれねえよ、ありすぎて。一緒にビール屋さんってすごく楽しそうなのにゃ。ここに二人で名前をつけたいのにゃ。何々港に続く名前がいいのにゃ。なんちゃら港。思い出でいいんじゃない？思い出港でいいかにゃ？いいよ。思い出港、素敵な名前なのにゃ。これからこの場所は思い出港なのにゃ。いいじゃん、二人で来た思い出の港。二人だけの秘密ができたって感じがするにゃ。かわいい。今呼んだ？あれで？それじゃあ、誰がトロのこと呼んだのかにゃ？怖い！あっちから聞こえたのにゃ。え？え？誰かいるの？え？あのね、こっちの方で誰かに呼ばれたと思ったんだけど、誰もいなかったにゃ。にゃー。おかしいにゃー。何このイベント怖い。じゃあ、こっちの奥行ってみよう。スナック光。これは夜にしか開いてないんじゃないか？トロどこ？こっちにも入れそうだけど。どこ行けばいい？トロどこ行った？
来てない。トド？トド？あ、びっくりした。おお、こっち行こう。なーに、かわいこぶって、あー、すごい、シャッターチャンスだった、今。くっそ、私、バカ野郎、そこは取らなきゃダメでしょ。え、なんかトドこっち来ようとしないの、なんで？お。すげえ、郵便の人？郵便のお兄さんってお仕事頑張ってるんだにゃ。きっとトドの部屋に手紙を配達してたのもあの郵便のお兄さんなんだにゃ。もしかしたら原宿とか新宿にも配達に行ってるのかも。すごいにゃ。尊敬しちゃうにゃ。ここの、ここだけだろ。あれ？トドが勝手に。あ、自分を呼んだ声を探してんのかな、もしかして。トドどこ行くの？え、怖い怖い怖い。くしゃみしてる。あ、そういうわけじゃないの？奥行くじゃん。あ、またなんかある。多くね？ここ神社っぽいとこが。ここか？絵馬が書けるって言ってたの。違うのかな？いっぱいあるね。これって、小さなお家だよね？神様のお家かな？私、何って言われても困るな。エッチっぽい。忘れないようにしっかりと覚えないと。なんか猫の鳴き声しない？猫いるの。いないな。そうそう、デートと言ったらやっぱり小さなお家なのにな。小さなお家気になりすぎやろ。好き。言いすぎ。一緒にデートしてくれる？いいよ。わーい、わーい、トドが人間になるまで待っててね。約束なのにゃ。てか今もしてるぞ、デート。これもデートでしょ。旅館にな、一緒の部屋に。止まってよ。デートだ、これは。どこ行こう？あ！なんかおばちゃんいる。あら、こんにちは。お姉さんか？おばちゃんか？歳がわからん。こんにちはなのにゃ。いろいろなものが売っててすごいのにゃ。もしかして、これ全部雑貨屋のおばさんが作ったのにゃ？え、そうよ。すげえな。すごいのにゃ。それじゃあ今度カーブミラーを作って、むちゃぶり。おかしな猫ね、この子は。変化にゃ。じゃあちょっと用事があるからまたね、猫ちゃん。カーブミラー作ってほしいにゃ。無茶ぶりすぎんよ。用事って何なのかにゃ。土星さんと恋愛ならトドも一緒にしたいのにゃ。どういうこと？あ、入れそうなお店あったりする？桜屋。いらっしゃいませ。お姉さんだね。ご飯食べる。のれん？
のれんってお家に飾ったらどうかにゃ？かっこいいかにゃ？いいんじゃない？別に。そうだよね。なんだか大人の雰囲気って感じにゃ。今度二人でのれんを持って帰るにゃ。ここの取っちゃダメだよ。巨大どもみたいにかっこよくなる。何？線って好き？線？線って何？線。線あげるにゃん。線？あ、そういうことね。蓋ね。線って何かと思った。お酒かなんかのか。すごーい。どこで手に入れたんだろうな。レナが喜んでくれると思ったからこっそり拾っておいたにゃ。こういう小物拾ってくるのめっちゃ可愛いな。子供っぽくて可愛いよね。はーい。弟がよくダンゴムシ拾ってたもんだ。ご注文は。え？お魚美味しそうだよね、ここ。マグロ丼にしよう。かしこまりました。少々お待ちください。マグロ丼とかめっちゃ美味しそうやん。ほら、箸で遊ばない。でも箸使って食べるの偉いね。ラーメンの時もそうだった。いいやん。かわいい。いいね。かわいい。トド、一気に食うな。ちゃんと噛んでる。お、こらこら。すげえ噛み込むやん。かわいい。美味しかった。お魚好きそうやもんな。あ、えらいえらい。ちゃんと片付けんだ。お利口。とろお利口さんだね。食べたらちゃんとお片付けするのにゃ。すごく美味しいマグロ丼だったにゃ。きっとエプロンのお姉さんのテクニックが詰まってたんだにゃ。美味しかったにゃ。よかったねー。じゃあ出る？お腹鳴ったんだけど。ありがとうございました。またお越しください。ありがとうございました。夕方だ。あ、ここか。ベンチのとこ。ねえねえ、あのね、好きな人のことってやっぱり心配しちゃう？まあ、なんかあったらやだよ。そうだよね、心配しちゃうよね。病気になってないかにゃとか、小さなお家で迷子になってないかにゃとか、いろいろ心配しちゃうのにゃ。それが好きっていうことなんだにゃ。太郎はね、昔住んでたお寿司屋のお店のみんなのこと、それにそれにルナのことがすごく心配なのにゃ。えへ、心配だけどなんだか幸せな気持ちなのにゃ。好きな人がいるって素敵なのにゃ。いや、でも、確かに、それは思う。好きな人がいるってことは素敵なことだと思う。あれ？なんかお姉さんがいる。これでよかったのね。ありがとう。敵ブラシだ。またね。はい。ブラシ買ってる。こんにちは。店の掃除してたらこれが折れちゃってさ。すごい力なのにゃ。そんな力でカラオケしたら大変なのにゃ。確かに手に負えなくなるかもね。そんなに怖がらなくてもいいのよ。そんなこと言ってもやっぱり怖いのにゃ。
力持ち。面白い子ね、あなたって。力持ちが怖い。大丈夫。半分は嘘なんだから。あ、よかった。安心したにゃ。あれで？じゃあ、半分は本当なの？あ、掃除の途中だったんだ。じゃあね。バイバイ。ブラシのお姉さんって一体どんなお仕事してるのかにゃ？学校の先生かにゃ？それともスパイかにゃ？いろいろ想像しちゃうにゃ？今度会ったら教えてくれるかにゃ？お掃除だから、まあ、学校の先生は割とあるかもしれないね。じゃあこっちは？あ！逃げなかったとこや！黒バテ。すいません、昨日は。フルだけ来て、注文もしないで帰ってしまって。えい、何しましょう？日坂の定食って何？刺身。これ何なの？冗談なんだからさ、分かってくんなきゃ。じゃないの、木魚定食って。うわ、これ魚のフライか。唐揚げって親指姫の家にたくさんありそう。あるかもしんないね。そうなのにゃ、唐揚げのこととかいっぱい覚えたら立派な大人になれる気がするにゃ。おじさん、頼むよ。今日はマグロはうまいよ。ランナーズハイ、刺身定食。さっきもマグロ丼食ったけど、わー、すごい。こんなに食べられる？マグロ丼食べた後に。いや、食べるね、トロー、君。そんな小さい体のどこにあんな量入ってんの？食べるね。いやー、キルフェボンとメロン合わせたくらい美味しかった。クソ甘じゃねえか。めちゃくちゃ甘いぞ、それ。でもメロンのタルトあったな。写真撮ってほしいのにゃ。いいよ。さっき撮ったけど。この前、ドラゴンボールに乗ってた。また高画を交換。絶対ない。ドラゴンボールにそんなこと書いてない。はい。お店の人も入ってたらよかったのにね。ちょうどね。撮ってくれた？撮ったよ。わーいわーい。そのね、黒パテで写真撮ってもらいたかったのにゃ。出来上がった写真を見るのが。そうだねー。ん？そうそう、雑貨屋のおばさんの若い子のってクレオパトラに似てたような気がしない。でも実物見たことないからな。まあでも似てるかもよ。それを初めて見た時からそう思ってたのにゃ。もう夜になってそう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あ、もう夜じゃん、これ。あ、開いてそうだよ。こういう店行ったことないから。いらっしゃいませ。緊張する。お客さん、初めてよね。初めてだね。狭いけど、ゆっくりしていってちょうだい。そう、こういうお店来ていいの？今日は何にします？え、ビール飲む？はい、ちょっと待っててね。今日はゆっくりしてけるんでしょ。なんかそんな常連さんみたいな。トロビール飲めるん。おおかーじゃなくて、おっさんじゃねえか。トロちっちゃい子って感じやったからさ、イメージ的に。ふわーとか飲むんや、ビール。すごいね、君。私、ビールあんま飲みきらんのやけど。
ビールって死ぬほど美味しいのに。おっさんじゃねえか。キルフェボンと同じくらい美味しい？すげえな、あんた。テレビ、あ、お話できるかな？はーい、ちょっと待っててね。今日はゆっくりしてけるんでしょ？何がいい？あ、まだ頼めるんだ。ストレート。おーあー、すげえ、飲むの？ただまた。なんでもお酒飲むじゃねえか、この子。すごいな。そのお酒飲めるんや。ゲームの後のビールってすごく美味しいんや。ルナもそう思うよね。美味しいと思うよ。そうだよね。でもね、トロはルナと一緒に飲むビールが一番美味しいと思うにゃ。じゃあ、そうそう出るか。ありがとうございました。あ、郵便のお兄さんにゃ。マジでこんなとこに？あ、ほんとこんな遅い時間まで。いただき物。違うのか？え？お兄さん困ってる。にゃ、お仕事って大変なんだにゃ。迷子になってたね、お兄さん。違うのかって。ただもう人間になったらちゃんとお仕事できるかにゃ。大丈夫。ほんと？わーい。そしたらどんなお仕事が似合うかにゃ。お寿司屋さんとかかにゃ。ただもう郵便のお兄さんみたいにいっぱいいっぱい頑張るのにゃ。てへへ。眠くなっちゃった？お酒も入ってるしな。そうにゃ。今朝見た夢の続きを見るのにゃ。ビルの屋上でトランプ占いしてた夢だったのにゃ。あの後どうなるのか楽しみなのにゃ。また結婚とか言い出さなくてよかったよ。これ何日間あるんだろう。今日も気持ちいい一日だったにゃ。ねえねえ、今日はどんなことがあったか覚えてる？今日いろいろあったね。あれを見た。思い出港に行った。スナックのママさんに会った。あ、でも海良かったっちゃ良かったね。海綺麗だったね。いやでもビールが衝撃だったから、これかな。スナックのママさんがお仕事してたのにゃ。お仕事するときってついついおはちゅっちゅって口ずさみながらしちゃうよね。あとね、大好きって言いながらノリノリでお仕事しちゃうのに、めっちゃ仕事好きなやつじゃん。あまりにもうるさいと近所のドラキュラに怒られるから気をつけた方がいいのにゃ。うにゃ、今度スナックのママさんに会ったら一緒におはちっちって口ずさみながらお仕事をしてみようかにゃ。ほんとおバカで癒されるな。それじゃおやすみなさいにゃ、なのにゃ。はい、ありがとう、電気消してくれて。何のこと書くんだろう、絵日記。スナックの話かな。絵日記帳。あ、そこなんだ。トロとの思い出3日目。ブラシのお姉さん、お店のブラシを折っちゃった。トロには絶対無理なのにゃ。女の人って実は力持ち。かわいい。
あ、これ見れるんだ、過去の。では、3日目も終わったので、今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。